それではこちらの表題の修士論文を井の岡が発表します。本研究の背景について最初に説明します。現在の日本は外国人の観光客や労働者が増加しています。そういった外国人は基本的に日本語を母語としない外国人が多く、そういった方々へ災害時や日常生活の情報伝達っていうのが言語の過敏によって困難になっているっていうのが課題となっています。でそれに関連しまして、自然言語処理の分野では難解なテキストを平易に自動で言い換えるようなテキスト平易化っていうタスクが取り組まれています。で、具体的な例としましては下にあるように直ちに納付してくださいっていうような難解なテキストを自動ですぐにお金を払ってくださいっていうような平易な表現に変換するっていうようなタスクになります。平易化と一言に言うと大きく分けて語彙平易化っていうものと文法平易化っていうものに分かれます。語彙平易化は、テキスト内の難解な語彙を平易に変換するタスクで、文法平易化は文中の文法を平易に変換する、平易化になります。本研究ではこれら2つのうち、文法平易化に取り組んでいます。まずはじめに、文法平易化取り組みにあたって、まず最初に、文法平易化コーパスの構築を行いました。で、構築にあたりまして最初に文法チェッカーっていうものを作成しました。こちらは、人文学系の研究で、提案されております、日本語で表現したいことをこう表現するのに必要な最低限の文法として提案されているミニマム文法っていうものに、文が適合しているかっていうものを自動でチェックするツールになります。これにより入力文の難解な文法を検出することができ、入力文が難解であるか平易であるかっていうものを自動で判断することができます。こちらは、今研究の、研究成果として公開されるものです。具体的にミニマムな文法っていうのを、こちらに、抜粋しております。このように、名詞文、形容詞文、動詞文といったようなこうい、文法項目っていうものがこういったように羅列、列挙されているものになっています。で先ほど説明しましたツールを用いまして、文法平易化コーパスを構築しました。構築にあたっては平易でない文っていうものを集めまして、それを平易になるように、先ほどのチェッカーで平易と判断されるように人手で言い換えるような処理を行って、そのような文を収集することでコーパスを構築しました。そのためには文を人手で言い換える必要があるんですけども、言い換えにはクラウドソーシングで作業者を募集し、その作業者に、言い換えの作業を依頼しました。その結果約6万5000文対が、収集されました。こちらの結果もこちらの成果も、今研究の成果として公開されます。その平易化コーパスの例と一部をここに載せています。左の文が、チェッカーによって1箇所以上難解であるというふうに判断されている文で、右が、それを平易になるように、一人で言い換えている文になります。で、先ほど説明しましたコーパスを用いまして実際に文法平易化に取り組んでいます。こちらは1つ目の実験です。従来の平易化手法では機械翻訳の手法を用いることが多いです。こちらは平易化前と平易化後の言語を別言語として扱い、それを平易化前から平易化後に翻訳するといったような捉え方で機械翻訳手法が適用されます。ただ今回行う文法平易化におけるその言い換えっていうものは文全体を大きく変えることは少なく、文中の中で局所的であるっていうことが確認されています。そのため機械翻訳のように文全体を一から生成する必要っていうのはなくて、原文から部分的に書き換えを行うことで平易化が可能であるっていうふうに考えました。で、具体的に先ほどのコーパスを見てみますと、私のペンを使うなから私のペンを使わないでくださいっていうような言い換えですと、使うなを使わないでくださいっていうふうな書き換えを行う部分的な変更のみにとどまっているのがわかると思います。全てがそういうわけではないんですけども、コーパスの多くはそういうような書き換えが多いことがわかっています。で、そのコーパスを用いまして、次に書き換え操作の抽出を行います。こちらは、コーパスは、人で書き換えたものなんですけれども、その2つの文の対から、人がどのような書き換えを行ったかというものを抽出します。抽出では、書き換え前と書き換え後の、文から編集距離を計算する、要領で、編集グラフを計算して、その編集グラフから
どの部分がどの部分に置換されたかという操作を抽出して、それをこう人による書き換え操作というふうに見なします。で次にその抽出した書き換え操作というものの反価を行います。で先ほどのコーパスから例えば食べるを食べますにこう書き換えるその操作の抽出があったときに、それをそのままではこう飲むを飲みますに書き換えることはできないです。これは動詞が違う、単語が違うので、そもそも別の書き換え操作になってしまうので、このような2つはこうそれぞれこう別々に抽出する必要があります。ただ、動詞、まあ、今回のこの例ですと動詞っていうのはこうすごい膨大な数ありまして、それをそれぞれ別々としてこう扱うとコーパスの規模に大幅にこう依存してしまうという問題があります。そのため、今回の研究ではこのような書き換えをこう品詞プラス活用形の形に反化させました。これは例えば食べるから食べますの書き換えですと、食べるを動詞プラス基本形の形に変換し、食べますを動詞プラス連用形の後ろにますをつけた形にこう反化させます。このようにすることで、食べる食べますの書き換えを抽出することで、この飲む飲みますの書き換えも行うことができるという流れになっています。まあ、そのためこの反化というものはこう抽出書き換えをよりこう 幅広くいろんなところでこう適用できるようにするための変換ということになります。そして書き換えした操作をこう実際に書き換え調査を実際に選択して文の書き換えを行うんですけども、こうある一つの入力の単語列からこう選択できる書き換え候補っていうのはこう複数あるのがあります。実際こうどちらを選ぶべきかっていうのはこう考えないといけないんですけれども、1つ目の今回の実験ではこうより頻度の高い方、コーパス内での頻度が高い方を採用しました。で次に評価についてです。と今回の評価は M2 スコアを用いています。まあ、こちらは行うべき編集単位をどれだけ行えたかっていうものについて、プレシジョンリコールとその調和平均である F 値を計算します。で次に人手評価を行っています。こちらは出力分の流暢性をと、イム保持性っていうのを人手で4段階で、付与したものになります。で、次に、変化分の割合っていうものも、評価に加えています。こちらは、モデルがその入力と出力でこう分が変化しない場合っていうのがあるんですけども、そういった事例っていうのを考慮する必要があるため、その入力と出力で分が変化した事例がこう何パーセント全体にあるかっていうものを評価の値として使っています。で実験の設定です。ゼータセットは先ほど説明しました、日本語文法平滑コーパスを用いて、手法としてはこちらの3つを使用しています。機械翻訳は入出力を別言語として機械翻訳を適用する方法で、書き換えは、まあ、先ほど説明した文 の部分的にこう書き換えを行っていく変化で、結合手法っていうのはその書き換えの手法を行った後にこう機械翻訳に入れる、まあ、それらをこの2つの手法を、まあ、結合したような手法のこの3つで、実験を行っています。で評価は、先ほど説明しました3つの方法で行っています。結果です。まず M2 スコアについて見てみますと、こう機械翻訳の出力、機械翻訳のこの M2 スコアを見ますと、こうプレシジョンリコールをこう書き換えの手法と比較しますと、こうプレシジョンは低くてこうリコールは高いっていうような結果になっていて、まあ逆、まあ、書き換えに関してもその逆の、まあ、状態あの結果になっていることが分かると思います。でそして、まあ、全体として、まあ、見るとそのF1 スコアは、機械翻訳が高いという結果になっています。まあ、このようなこう2つの手法にこう傾向の違いというのが見られました。でそしてこの傾向の違う2つの手法というものを、先ほど説明した方法で連結する連結手法によって、プレシジョンリコールで見ると、まあ、プレシジョンがこうちょうど中間ぐらいの値になっていて、まあ、リコールに関してはその、まあ、向上するような結果になっていて、結果的にもう総合的なこう F 値 F1 スコアは 72.5 と一番高いスコアになりました。で次が流暢性未保持性の評価です。で書き換え手法っていうのはそもそも対応できる分が少ないっていう問題がありまして、まあ、これはこう変化分の割合を見ると分かるんですけども、機械翻訳の場合は入力分の入力分分単位でいうと入力分の 99% の分において入力と出力が変化するんですけども、書き換えの手法の場合は 75% にとどまっているっていうのがあります。で、まあ、そのでそれに一方その流暢性意味保持性で見てみますと、機械翻訳の流暢性意味保持性よりも書き換えの手法の方がこういずれも高いスコアになっています。で、連結手法
を見てみますと、まあ、流暢性に関しては、まあ、機械翻訳書とあまり変わりがないんですけど、意味保持性に関してはこう向上している。で、変化分の割合も見ますと、こう機械翻訳とまあほぼ並ぶような結果になっていて、こう機械翻訳と同様のこう文の書き換えを行える上に意味保持性をこう向上させることができている結果になっています。次に2つ目の実験である、こう文類自動を用いた書き換え選択について説明します。先ほど説明しました通り、この同じ単語列からこう書き換え操作を選択する場合、その複数その候補がある場合があります。で、こちら、まあ、先ほどだとこの頻度で選択したんですけれども、まあ、実際こう平易化のタスクを考えていますと、その入力と出力の間で意味の変化がこうできるだけこう小さくするべきであるという問題ものがあります。ですので、この今回の書き換え操作の選択においても、まあ、そのような書き換えをこう選ぶべきというタスクになっています。そのため今回は、先ほど説明しました頻度を用いた選択に加えまして、こう類似度を用いた選択というものを取ります。これは、類似度を用いた選択では、書き換え前後のその文の意味変化ができるだけ小さくなる書き換えをこう選択するっていう方法になります。まあ、こちらの利点としましては、まあ、そのままなんですけど、書き換え前後でこう意味の変化っていうのを捉えて、まあ、意味が変化しないような出力ができるっていう特徴があります。で、一方欠点としましては、この意味変化を捉えるモデルっていうのをこう別途用意する必要があるっていうものになります。で、類似度による選択で、本研究ではユニバーサルセンテンスエンコーダーを使用しました。こちらは、まあ、後ほど詳しく説明するんですが、共通のトランスフォーマーエンコーダーを用いて、まあ、様々なタスクというのを学習することで得られるエンコーダーをこう汎用的な文符号書きとして扱う手法です。で、先ほど説明しました意味変化の小ささというのは、入出力文のそれぞれの文の類似度によって行います。そしてその分類似度っていうのは、まあ、2つの文のベクトルの間の、コサイン類似度によって計算します。とユニバーサルセンテンスエンコーダーについて詳しく説明します。とユニバーサルセンテンスエンコーダーとなる、まあ、予定のオレンジ色のトランスフォーマーを用意しまして、後ろにそれとはまた別のマルチレアパーセプトロンを用意して、今回だと例えば外因関係認識を学習させます。これはモデル全体を学習させるので、当然、オレンジ色のトランスフォーマーとその青のマルチレアパーセプトロン両方が学習されます。で、先ほどのトランスフォーマーをそのまま用いて、次に感情分離のためのモデルを学習させます。こちらは先ほどのマルチレアパーセプトロンとは別にまた新しく用意して、まあ、学習させます。で、ただエンコーダーに関しては同じ先ほどと同じものを利用しています。で、さらにまたエンコーダーを利用しまして、後ろにトランスフォーマーデコーダーを接続して、今度は前後文予測というようなタスクを行います。こちらは入力文の前後の文がどのような文になるかというのをこう生成するタスクです。まあ、これら3つのタスクで、同じトランスフォーマーを用いて学習することで、そのエンコーダーとしてのトランスフォーマーがその文の符号化として有効に働く、文の入力文の特徴を捉えたベクトルを出力できるモデルとして有効であるというような手法になります。で、今回はその類似度選択っていうものを頻度選択と組み合わせて行います。これは、コーパス内で、まさ、まあ、書き換え候補が複数ある中で最も頻度の高いものっていうのが、まあ、全体の書き換え個数の何パーセントかっていうものを使って、頻度選択か類似度選択っていうのを選択します。で、その際にその何パーセントかっていうのに対して式位置を設けることで、どちらかっていうのをこう選択します。で、今回その式位置としては 90% を設定しています。で、2つ目の実験の設定です。データセットは先ほどの1つ目の実験と同じコーパスを用いて、手法に関しては、まあ、その結合、先ほど説明した結合手法の中で、その選択候補選択の方法をこちらの2つの実験を行っています。で、評価に関しては先ほどと同様です。と結果です。と、ま、こちらの結果を見てみますと、その頻度だけを用いた、手法よりも、類似度も用いる手法の方が、プレシジョンリコールの両方において、まあ、微増する結果というふうになりました。で、また人で評価においても同様で、流暢性、意味保持性の両方が、微増する結果となりました。で、まあ、最後にまとめです。本研究では、平易化のためのコーパスと、そのチェッカーの構築と公開を行いました。で、その実験において、その
機械翻訳と書き換え手法を比較していまして、流暢性と意味保持性でその2つの手法っていうのはちょうど反対の傾向を示すことを示しました。で、その2つ傾向の違う2つの手法を組み合わせた結合手法によって、まあ、全体としての精度っていうのがこう向上することを示しました。また類似の情報っていうものを書き換えの選択に用いることで性能が微増することを示しました。と、以上で発表を終わります。